おはようございます。おはようございます。ハレリア、アメーン。光さん、おはようございます。<laughs> おはようございます <laughs>。今日来ていただいてありがとうございます。<laughs> はい、えー、お元気でしょうか、ね、はい、元気です。そうですか昨日、あの礼拝にね、来られて、ヒカ <laughs>、はい、さんも <laughs>、えーあの。昨日の礼拝はいかがだったですかええー、あのー、すごくこう油注ぎが。はい あり,ね、ありました。あ, <coughs> あ,すぎありました。ああ。油杉ありました。ええ。あの、以前はね、あの、その、そうですね、えー、えー、この、はい、い、以前に比べて、あの、えー、こうだんだん恋愛が変わってきた感じでしょうかそうですね、なんかこの一、うん、ヶ月。<coughs> ぐらいです,かね、すごくこう,こう燃えてますよね礼拝、あのー、この1ヶ月少し燃えてきたという感じでしょうかね,ね、うん、あのリバイバルの兆候の一つだと嬉しいですねああそうですね、はい、あのー、こう今年からという予言ですけども、はい なんかもうだんだんこう始まってるるよような気もすすんですよねあリバーブルが始まってるっていうう一気にドカーンとくるようなうそうなるのかもしれないですけど今もこうじわじわ来てる気がしますよね。あーまあ、ドカーンとくるのかじわ,じわじわじわってくるのかそれともじわじわじわドカーンとくるのかね、えー <laughs> まあ、いろんなパターンがあるでしょうけども。どちらにしてもそういうい リバイブルの兆候だと嬉しいですがね、えー、今日もまた天国の一日ですというコメントですいいですね<ー>そうですね私たちはあの、えー、この地上に,にいてですね、えー、神の国の中に生きているんですね<め>、えー、目に見えない目に見えない神の国の中で生きています、うん、以前は、えー、世の中だけどっぷり使ってましたけど 私たちは今、物理的には世の中にいますが、霊的には神の国にえいます、うん。そして将来は、将来は、もう神の国、天国にどっぷりということになりますが、それまでの、しばらくはえ忍耐、忍耐で、こ,この世と戦わなければなりませんね。ししかし信仰があるとということは この世に対して勝利をしていると書いてありますので、えー、皆さんがこの部屋に来て勝利し続けているということですね、うん、そしてそのリバイバルというのはまさにその勝利が拡大する、えー、大きなえ範囲に神の国が拡大するということではないでしょうか栄吉、うん、行牧師先生に教えていただいた 朝のお祈りあえこの放送をしょ教えていただいたということなんでしょうかね。ひ、う、か、ん、さんはあの、ね、以前明かししていただきましたうつ、はい、が治ったということですが今もずっとそれが続いてらっしゃるんですね。 もうあの完全に癒されたというふうに思ってますけど。アメアメ。うん、あのうつ、ね、ははい。うつ、はい、どのくらいど,どのくらい長くうつだったんですか。うん八年か九年ぐらいですね。長いですよね。うんでも結構。 メンタルの病気の人ってすごく長い人が多いので10年とかだとあんまり普通っていう感じですからね。普通っていう感じ。あの普,通あ普通。あ普通、うつが普通っていうことですか、ね、あの10年ぐらいの なんて言うんてうですか10年ぐらい病気の期間があっても普通10年ぐらいは打つ,打つ10年は普通というわけですねはいまあ20年あ30年ぐらいの人もい,いらっしゃるということです、ね、あそんなに長い人はいるのかどうか<ー>と周りには、うんえー、ないですけどそうですねあの本当に10年ぐらいってよく聞きますよね、えー、10年ぐらい打つのかといことを聞きますが、えー、ねえそのイエス様に出会って、うん ね,えね,えね、し信仰を持って。えー、鬱が治った。ね、本当に鬱の時と、今と大違いじゃないですか。あの、全然違いますね。あのー。う,ん,うん、なんかもう鬱のこと。 鬱の時のことを忘れてしまうぐらいなんか変わってるというか、もうその時のこと忘れちゃったぐらいな感じ。えー、<ー>今思い出そうとしたらどういう感じだったかなというあー。ああすごい。<laughs> えー、そうですね。もうねあのな治って一年二年。2年えーっと一年三二本五六七。まあ一年と数ヶ月三四ヶ,ヶ月ですかね。あ 1> ねえそう1年と数ヶ月ずっと続いてね、えーえー、そして元に戻らないでずっといい状況です、ねえー、本当にあの私も鬱っぽい時がありましたので<ー>分かりますけど本当にもう生きるのがねき、えー、起きるのが嫌だ生きるのが嫌だ何もしたくないっていう気持ちになりますよね。 何かするとしんんどいんですよ、ねうん、でこうしんどいからそのしんどさから抜け出そうとすればするほどなんかしんどいというか、うん、頑張ろうとしたらしんどいし、うん、という,う,う,う、ね、全く動けない状態になりますよね。そうですね <laughs> あの分かっているけどもう本当に体が動かないとかね気持ちがねついていけないっていうか。 えー、そして何かそれであのそれそれに対してそうできない自分に対してこう余計にね苦しいできない自分が苦しいみたいなね,うねこうなんで自分だけってなっちゃうんですよねうんその時はこう自分が一番不幸に感じるんですけどねああ自分が一番不幸になっちゃうということねえてみると こう世の中のもう99%以上ですよね。もうみんなが苦しんでるように感じるんですよね。あ、今今から考えるとですか。みんなが苦しんでるみたいな。はい、そうです。ああ、みんなが同じように鬱のように苦しんでるということですね、えー。その薬を飲んでいるとか飲んでいないとか病院に行ってるとか行ってないとか関係なく、うん、こう。 結局うつは一つのパターンであってあの、えー、信仰を持ってない人は結局のところ同じ原則の中で生きてるっていうことでしょうかそうですね、うん、こう同じ苦しみをこう背負って生きているんじゃないかなと思うんですよねそのうつと診断されてない人たちでもあめんあめんただうつの人はそれはちょっと強くなった激しくなったっていうことで、えー まあ原則的にはみんな同じようにうつうつと生きているということなんでしょうかそうですよねそれは確かにねあのその通りですよね、えー、の罪の奴隷悪魔の奴隷としてあの、えーまあ、自由がない束縛されているという希望がないと言ったらいいでしょうかね、えー、そういう意味ではもう、えー、重い荷物を背負って生きているということなんでしょうかね、えーうん 罪が許される、イエス様によって罪が許されるということは、その重荷がなくなる。解放される <coughs>、えー。そういうことですね。<ー>すねあとは真理ですよね。はい、あの、この世は、その、やっぱり悪魔、悪霊が支配しているということですよね。うん、その。なんというか、悪魔、悪霊の嘘というか、世の中、だから、こういうふうに、うん。 あらななきゃいけないといけとうかこういうふうに生きなきゃいけない、うん、こう頑張らなきゃいけないとか、うんあ、仕事ができなきゃいけない、収入が多くなきゃいけないとか、うんこう、結婚してなきゃいけない、家族がいなきゃいけないというか、そういう、えー、そですか、常識がなきゃいけないとか、うん、そういう。 こういうふうにしなきゃいけないみたいなこういう嘘にこうこうなんていうか縛られているというかただこう救われる時というかその心理を知った時にそう,うこの世の嘘から解放されるというかその自分を縛っていたものから解放されるその仕事してなきゃいけないとかこう ちゃゃんとしていなきゃいけない,みたいなななきけみた例えばその自分自分というか世の中の多くの人はその人にこう思われてるんじゃないかとかこう思われたら嫌だとかそういう人目を気にするというかそういう気にしなくてもいいというか人と違った方がいいのに人と一緒じゃなきゃいけないみたいなそういう嘘を が嘘だととかかるいいうかうそうそ心理が分かるとそういういもっといろんな嘘があるんですけど、うん、そういう嘘を一つ一つあこれ嘘なんだこう,こうじゃなくていいんだとか、うん、そういうことがいろいろ分かっていくとこうつが治っていくような感じでしたね、うん、僕の時は。アメンアメン えー、あのー、やっぱりいろんなネガティブに縛られてうつになったと思うんですよねその間違った考えネガ,ネガティブな考えに縛られ、えー、一個一個縛られて、えー、それによって自分がぎゅうぎゅう詰めになってうつ、えー、になるとええー 間違った考えによって自分を縛っていくということなんですかね。そうですよねあの、うん、そしてイエス様の言葉は、その一個一個の間違いが切れていく、これは嘘だ、えー、これは嘘だ、えー、プツンプツンとこう、えー、束縛している鎖が切れていくという感じでしょうか。えーえー、そうですねで一番大きな真理としてはやっぱり 唯一の神がいてそれがイエス・キリストだということですよね。うん、でこう僕が一番ドカンと救われたなという感じがあったのは、うん、あのマタイの六章か五章か、うん、あの天の父が養ってくれているというかあ<ー>あの明日の心配が無用ですという、はい、そこを読んだ時ですね。 あ、そうだったんだというこう,うあのこういつも見守ってくれててそういう心配いらないんだとこう分かったというかこう心開かれたというかこれ大きいですよねええー、多くの人はね自分で食べていかなきゃいけないと思い込んでるけど、えー、そうじゃないんだということですよね <laughs> そうなんですよねだから世の中の人でその 神様を知らないイエス様を知らない心理が分からない人たちっていうのは、うん、こう何のために生きているのか分からないような生き方というか、うん、その自分で全部何とかしなきゃいけない、うん、その本当はこう楽しく生きるためにこういろいろやると思うんですけど、うん、それがそれが結局 お金のたためにやっているみたいな、うん、こう例えば結婚して家庭を作って幸せに暮らしたいために仕事をしてとかのはずがこう,こう神様がいつも守ってくれているということが分かってないから自分で何とかしなきゃという感じでこう仕事仕事仕事お金がないと不安お金がないと不安という。 そういう感じでどんどん仕事仕事仕事ってなっていったりとか、うん、そういう神様を知らないからこうどんどん苦しい方向へ行くというか、うん、<coughs> そうですねまあお金に縛られている、うん、仕事にし縛られているというまさにその まあ未信者の方からすれば当たり前それは当たり前じゃないか、はい、お金がなきゃ食べていけないじゃないか仕事がないとあ,ったあの食べていけないじゃないかというまあ<ー>その当たり前だということに対してイエス様の言葉はそうじゃないんだということですよねそうですね、うん、そういう心理がこう 悟らせてもらったという言い方が正しいのかもしれませんけど、うん、あの自分でいくら悟ろうとしても無理だと思うんですよね、うん、その世の中の考えに支配されているのでだからそのそれを分からせてもらった時にこうすごくこうなんていうかドカーンとこう救われた感じでそこからもう一気に鬱が治った感じですよね。 まさにあのこの現代人の一番大きな縛りはそこじゃないですかね。あ<ー>そのどうやって食べていくのかという縛りがね,そうですねまさにこれがあのまさに大きな太い鎖じゃないですかね。そうですね僕も父親にこうよく言われたんですけど「ちょっとでもいい会社に」とかってこう言われるわけですよね「うん、ちょっとでもいい会社に」って「はい入れ入れ」って言うんですよ。うん、あの ちょっととでもいい会社に入れとだからそれはやっぱりお金がないと不安というところから来てるんだと思うんですよねそのちゃんと勉強していい学校に入っていい会社に入ってないと不安みたいなそういう会社が倒れる心配がなくてそこそこの給料がもらえ安定してもらえる会社に 入らなないいと不安みたいなうんそういうのが世の中の多くの人があるんじゃないですかねまさにあのそのそお金に頼ってるね、えーえー、その神の力を知らない、えー、神の,その存在を知らないまさに神を無視した価値観、まえー、神,神様の力を知らない価値観が結局お金主義。 お金第一主義という価値観になってるんじゃないでしょうか、ねえーえー、やっぱり悪魔悪霊っていうのがその本当の神であるイエス様にこう頼らせないためにこうお金お金の世の中にしたような気がするんですよね。神のの力に頼るべき本来あり方が、えー 全くそこで損なわれてしまって、えー、あの神の力なんか頼れない神の力なんか知らないみたいなそういうまさにまさにそれが闇ということなんでしょうかね、えー、光さんはその天のお父様が養ってくださるというこの御言葉を信じてそのイエス様の、えー、真理を信じてそして、えー、その鎖が断ち切られて そうじゃないんだ、えー、大丈夫なんだ、えー、その神様に、イエス様に頼れば、もう本当にあのもっと自由に楽しく生きていけるんだという、その言葉を信じたわけですね。えーうん、そしたら、鬱が治ったという、そうですね、まあ、鬱の原因は多分そこにあるんじゃないですかねあ<ー>、うん、多くの人の鬱の原因はそこにあるんじゃないかな。 そうですねそのー世の中の間違った悪魔悪霊の嘘に縛られてるその縛りがこう解放されるというかネガティブからポジティブにみたいなう <laughs> もう心配しなくていいんだもう自分を責めなくていいんだそうそうできないできない自分を責めなくていいんだみたいなね、ええだから あの全知全能だっていうところも結構でかいんですよね。うん、ああ<の>神様が全知全能っていうところね。えー、あと悪魔よりはるかに強いという,うんそのまあこうなんというか余的な言い方になるかもしれないですけどその無敵なわけですよね。無敵こう。神様っていうのは敵がいないから。ね、無,無敵、ね、はい。うん、その神様がその ね、ついていてくれるというその安心感はねあのどれだけ仕事ができてもどんだけ貯金があっても、うん、やっぱりその安心感っていうのは絶対にありえないというかそういう平安というのがその鬱を癒すす力ななのかもしれないですねそれは素晴らしいですねそれは本当に <laughs> 本当に無敵の安心感。 ねえー、全知全能の無敵の安心感があると、えー、そのネガティブの不安や恐れがなくなるということでしょうか、えー、うーんなるほどなるほどまさに鬱の原因は、ね、その無敵の方を知らない無敵の力を信じていないということなんでしょうか、えー、そうですね,ね素晴らしいですねうーん もうこうこその将来が不安で不安でそしてもう本当に自分はもう、えー、ダメなんだ負けてるんだねもういっもさっもいかないんだという敗北感なんでしょうかねうつというのはうん,うん僕の場合はなんかこう世の中と違うことに関してのネガティブというかうん。 自分が違うということでネガティブになるということですか。そうですね。例えばなんですかね。うーん。うーん。なんというか。う,ーん,うーん。その時僕仕事してなかったりとか、あ仕事してないからダメだとか。うん。ああ。 例えば彼女がいないからダメだとか見た目がかっこ悪いからダメだとか、うん、体型がこうだからダメだとか、うん、あの全くそういうことを気にする必要がないというか、うん、あの世の中みんな一緒じゃないとこういじられるというか。うん だからこうみんなと同じような感じに同じ感じじゃないとこう、うん、ああ駄目だダメだってなっちゃうというか、うん、やっぱりそれも悪魔くれの嘘ですよね人間はこう一人一人違うように作られたというかあの一人一人が各器官でそれぞれの働きがないと体が機能しないという。あのうん ね書いてありますけど、うん、一人一人違わなきゃいけない存在なのに、うん、やっぱり悪魔あくは神様と逆のことを言って、うん、みんな一緒じゃなきゃいけないみたいな<ー> <laughs>、ね、そうですね本当に <laughs> あのそにむしろその違いの良さバラエティの良さがむしろ個性個性なのに。 うん、悪魔はその個性を否定してね、うん、その立法主義的にこうでなきゃダメだこう,こうでなきゃね他の人と違うじゃないかということで、うん、あの否定してくるということでしょうかねそうですね、うん、その人にしかできない働きがある、うん、その働きをこうさせたくないという感じでしょうか、うん、そしてその弱さをねサタンは弱さとか失敗を責めてきて えー、その弱くても失敗するのもむしろ当たり前なのにね、えー、あの失敗することが当たり前弱いのが当たり前なのにそれを責めてきて何かこうえ励ますのではなくてくじくというか心を壊していくというか悪魔の手口は非常に陰険だと思いますねそれがいじめという形でよく表れてますねいいじめというののはまさに悪魔の手口で その弱いもの、ね、失敗したりなんかすると攻めてくるそういう手口じゃないですか、うん、いじめというのはね。そうですねそのなんていうかそのいじめでこう周りもこう一緒になってこう笑って楽しむみたいなのがありますよね。ありますね。そういうなんか人間のこう罪から来ているのか、うん、その。 人のこうコンプレックスとか、うん、失敗とかを笑ってしまう、うん、そういう罪、うん、そういうのがあると思うんですけどそういうそれをこうなんか拍車をかけているというかそういうそういうことを面白いというふうにするうなんていうかあの僕個人的に思ってるんですけどそのテレビとか。うん えー、そ,そのほかでもそのお笑いの、うんというか一つのこう芸というか「いじり」「いじり」うん、いじりという芸風がありますよねその、うん、ありますね、うん、軽いいじめみたいなねそ<う>軽いそうですねでその「いじり」っていうのは芸人同士であの職業としてその、うんというかその 技術としてそのお互い分かり合ってこう使って笑いを取ってお金を稼ぐみたいなそういうふうにするとまああんまり問題、まあ、あるにはあるんですけどその人たち同士ではないわけですよねもうお金のためにこう技術としてやってる、うんうん、ただそれをあの職場や学校とかで真似すると いじめになるんではないかとああ,あじゃあいじめの原因はそこにもあるかもしれないということですねそうですよねそのテレビの,、えー、あのパクリみたいなので、えー、あの芸人の真似をして笑うとか、えー、笑いを買うとか、えー、それはあ,るありますねそれはですよねだからその職業としてや,やらないその職場学校でやっちゃう真似しちゃうみたいな その職場とか学校とかだとその言われる方、うん、いじられる方はやっぱり嫌なわけですよね、うん、だからそのなんていうか真似しちゃうところもなんかこう落とし穴というか、うん、テレビ見て笑ってて面白いからそれをそのまんまやっちゃうというなんか落とし穴、うん、そうですねその、まあ、クリスチャンからすればそういうあのバラエティの芸人のね,ね そういういじりということ自体がそもそもよくないわけですね。えー、そういう芸人で芸人同士だっていじりはよくないわけです、本来はね。えー、でもあたかもそれが当たり前かのように、えーあのー、芸人だから当たり前だと言うけどもそれに同調して笑うということ自体がもうそもそも大きな間違いだということじゃないです,かね,そうですよね。そそののなんんんていうかかややっぱ芸人さんは面白おかしくやるんですけどその、うん なんていうか、人のこう、例えば、なんていうんですかね、太ってる人にデブとか言って、こう、笑ってる、うんうん、それが、なんかこう、全く笑いが起こらないことですよね、あの、うん、クリスチャンだと。そう、クリスチャンの中ではとんでもないと思いますね、それはね。ええ、言ってはいけない。うん、なんかその、笑いになってしまう、その、罪、人間の罪が、なんかこう、 あ,るようなありますね、ありますね。えー、テレビにはそういう隠れた、あのー、間違った価値観、間違ったあり方が堂々とテレビでされてるということ自体がもう社会の悪だと思いますね。えーえー、社会の悪の根源がテレビだというのはそういうところじゃないですかね。うーん そのテレビの悪がもう人々に伝わって特に若い子とかねそういう人たちに伝わってそのテレビの悪が蔓延してると言ってもいいんじゃないですかうんそうですねそのあまりにもこう日,日常にこう行き渡りすぎているというかそのいじりというその芸風というかうんそれがこう テレビ以外ででも当たり前で日常生活でこう普通にこうなんていうかその真似というかうをしてこう笑ってるというかうそれでこうなんていうかこうなんていうか強がって反発する「そんなことないわ」みたいな <laughs> こうそうやってる人はまだこう。 傷ついていながらもなんか傷ついてないふりをしてるというかこうまだ傷が浅くて済むというかただそれをまともに受け取ってしまう人にとってはこうすごく傷が深くなってしまうわけですよね。そのいじりをこうノリで回避するみたいなそういう人はこうそういうなんか言葉の暴力の攻撃もうまくこう。 回避して傷が浅く済むでもそういう,こうノリで回避することを知らない人っていうのはやっぱり言葉の暴力という攻撃もまともに受けてしまうというかぐっさっとくるんじゃないですかね、うん、そうですね,そ,ですねそしてそれをこうまあ仕返しといいましょうかねいじられたからいじり返すというね、うんえー、まそういうあの悪い循環悪い反応もありますよね。 あ,あ,ありますねもうなんかこういじりというかそういう風にして笑いを取るのが当たり前だから、うんうん、自分も言われるから相手にも言って当たり前みたいな。そして傷ついてるのに何かあたかも傷ついてないかのようにあのそうう振る舞って、えー、なんかそういうノリ,ノリに乗ること乗らないとまずいような感じで。 乗っていくけども、えー、結果的には傷,傷だけが残るみたいなそうですよねその傷に気づいてる人もいれば気づいてない人もいるしうん、うん、気づきかけてるけどもそれに気づいてしまうともうすごくボロボロになってしまうのがこうなんとなく分かっててそれに気づかないようにする人。うん こういう人が一番多いんじゃないですかね。うん、その自分の心に傷があるのに、うん、あのやっぱりこう。そんなの気にしてもしょうがないよ。とか強がったりとか。そして、その自分の傷を癒すために人をいじるね。いじる。うん、そして自分の傷を癒すために自分も人をいじめて。 そのいじめることで自分の傷を癒している部分もあるんじゃないかなと思うんですね。ああ、そうですね。その自分がこうやられないためにこう、うん、あやらないやる側にあ<ー>みたいなそ,それは大いにありますね。多、うん、いにありますね。あのー、自分がやらないためにいじめるというのねあのいじめでもありますよね。あのグループになって一人の人をいじめるときに、うん、なんでやったのかって言ったら やらららなないいいと自分がいじめられるからみたいならまさにね悪魔の手口なんですよ悪魔の手口<ー>、うん、それがまさにねあのそういう悪魔の脅しというかね言うこと聞かないと <laughs> あの殺すぞみたいなねそれが悪の手口で、うんね、言うこと聞かないといじめるぞとかね、えー、仲間にならないといじ,あのいじめるぞとかそれがまさに悪魔の手口ですね 世の中というのはそういうことの中でみんなは渋々渋々悪魔に従っちゃってるんじゃないですかねその束縛に対して打ち勝つのはイエスキートを信じる信仰しかないんだという,そうです、ね、十字架の力で,<う>力,で力を受けないとその悪魔の束縛に勝てない、えー、悪魔の脅しに勝てないね もうそのおなんてうて弱さ,弱さをに打ち勝つためにはどうしても、えー、かイエスス様のの力がが必要だというのがキリスト教ですよねそういう悪魔の悪魔悪霊がこういうふうにしたいということもわからないしそれが分かってもやっぱ人間だけの力じゃそういう悪魔悪霊のこう働きには勝てないですからね。うん そういうわけで日本はねまさにテレビもそうだし,し仕事や学校ももうあらゆるところがいじめ社会なので、えー、ま,まさに悪魔の支配ということですがそれを変えるには、えー、まさにイエス様の力がどうしても必要なので、えー、それが私たちの主張するリバイバルですね、えー、リバイバルというのは日本中が、ね、日本中がいじめ社会ですがその悪魔の支配を えー、イエス様の力でそのいじめをなくす、ねうん、悪の循環をなくす悪魔の脅しをなくすのがこれがリバイバルですね。えーえー、あの世の中の人って世の中間違ってるとかよく言うと思うんですけど、うん、<laughs> あのみんな間違いに気づいてるんですよね、うん、あの世の中。 こんな今の世の中が正しいと思っている人ってほんと少ないと思うんですよねだからこう真理というか正しいこれが正しいというのを分かるとこうなんていうかうん間違いだと思っている人が多いということはその間違ってる人とかみんなこう正しさが分かればその正しい方向に来るんじゃないかという気がするんですけど。 そうです世、ね、の中間違ってるってことは大体わかるけど、どう間違ってるか、えー、何がいけないかが分かってないということですね、えーうん、それはあめんですね、えー、そのことをね、あのまあ、理解するために伝道が必要ということだと思うんですが、えー、そこのところはこう明確にはっきり分かるといいですよね。そうですね 聖書にもその心理が書いてあるし Q ちゃんの放送でも心理を教えてるし、うん、でも何というかこれも人間の罪というか悪魔悪霊の縛りなのか自分の気に入った心理じゃないと人は受け入れないんですよね。うんうん これが正しいやつですよ、真理ですよって言っても気に入らなかったら、うん、それはちょっとってなっちゃうんですよね。うん、それはどうですかね、その辺は。そうですね、あのまあ、納得できると、ああと思うんでしょうけども、うんその、心の中にストーンと入るためにはあの聞いただけ、聞いただけで分かる人もいるかもしれませんね。うん、あ今日の放送来てあそそううだ確かにそうだ まさにそうだというふうにストーンと分かった人もいると思うんですがでもまあ多くの人はぼんやりそうかなぐらいな感じであのよく分からないそう,そういう考え方もあるかもねぐらいで終わっちゃってるかもしれませんねもうちょ,うちょっとこうストーンとこう分かるためにはいじめられてる人とかいじめで苦しんでる人とかあの本当にもう あうつになって苦しんでる人の方がむしろ理解しやすいかもしれませんねうんうん。そうですね、その救いを求めてる人の方がこうんなんていうか、信じやすいというか、受け入れやすいというか、わそうそうそうかりやすいというかね、えー、あのイエス様があの売春婦や修善人の方が神の国に近いとおっしゃったんですね。えー それは彼らの方が悩んででるかららすね、えー、彼らがその社会の不条理に悩んで、えー、本当にどうしたらいいかって悩んでる人たちの方がそういうことがわかるということじゃないでしょうかね。うーんそうですね。えー、あのお金いっぱい持ってる人は自分でこうお金持ちになったと錯覚して。う こう自分で何でもできるから神の助けなんかいらないってこうなっちゃいますよね。でもそのお金もあの自分の手でその何でしたっけ自分の手でその富を手に入れたと思ってはいけないみたいなあのありましたよね聖書ありますねありますね。すねだから未信者でもそのお金がある人は自分で頑張って手に入れたかのように 思われがちですけど実は神様が与えてくれているという,、うん、そ,うそうですね,そうですねまたは不正な手段でお金持ちになったからですね悪いビジネスとか<ー>悪いやり方でお金持ちになった、ね、<ー>そういう不正の金持ちというね、まあ、神様に祝福されてお金持ちになるなら若干いいんですが <laughs>、えー、悪いことしてお金持ちになる人も結構多いから ね、うん。そして自分のやり方でお金持ちになったので、まあ、自分を誇ってるわけですね自分は頭がいいとか、うん、自分はね、うん、賢いとか言って、まあ、自分を誇ることになるんじゃないですかねんかむしろ貧しい人の方がねあの、えー、本当にこう自分の力は無力なんだ自分は もううう本当にうまくいいいかないんだという自分の弱さを知った人の方が神の力を求めるでではないでしょうかうんそうですねあの最近思うんですけどその弱さというかそのなんていうか自分があんまりこう信仰的にできてない部分があるんですけどそれはあのどのレベルの信仰の人でも多少はあると思うんですけど。 そういうういいなんていうか弱さというかその罪というかそういう部分があることにその感謝というかその悔い改められることに感謝というかそ,のそういう部分がないとこうイエス様を求め続けなくなってしまいそうでこう弱さがずっと残っててこうイエス様を 求め続けられるようにこう作られたというかそういうことになんか感謝するようになりましたね。あ,あアメンめ、うん、あめん。世の中はね、あの弱さを隠して弱さをこう、ね、見られないようにするのが世の中なんですけどうん、うん、私たちはその弱さを神様にあの、まあ、こう言い開きをしてね、うんうん、神様にその弱さを悔い改めたり、まあ 取ってもらうとか、変えてもらうとか、そういうことの中で成長するというか、信仰を強める機会になるということでしょうかね。弱さを誇るということですね。弱さがいいわけじゃないかもしれないけど、その弱さをえ弱さを神様に助けてもらう。弱さがだんだんん 神の力でなくなっていくのを、まあ、期待するというか希望があるというか世の中では弱さを弱さのまま残っちゃって、うん、もうこれは弱いんだって決めつけてもう治らないんだと、うん、その自分の弱さは永遠に一生弱いんだということで失望していくところがあるんじゃないでしょうかねうつ、ん、が治らないんだ同性愛が治らないんだ、ねうん、自分の依存が治らないんだということで あの失望していくんじゃないでしょうかね。うん、でも先ほどあの光さんがおっしゃった無敵ね、えー、無敵の方がいるんだね全知全能の方がいるんだもうどんなことでもできるんだということでその束縛から解放されて自由になるんじゃないでしょうかね。うん うんなんか弱いとかその依存とかこうやめれないからこう開き直るっていうかあの例えばタバコとか禁煙何回も試みたけどこう挫折しちゃって「いやもういいや俺は」っていうなんかこうなんていうか、うん。 うん、タバコをやめるぐらいだったら、もう別に病気になってもいいやみたいな、うん、やめれないからいいやみたいな、うん、そういう人もいますよね、そうですねあの、やめたいけど、やめれないからもう諦めるとかね、うん、あのなんかめんどくさいからもう、やめるの、ね、めんどくさいし、もうできないからもういいやってひら、諦めちゃってる人がたくさんいるかもしれませんね。うん、うん やっぱ人間だけの力じゃ無理だというと、ね、そうですねむしろその弱さをイエス様に、うん、あの言ってねイエス様あのやめられるように助けてくださいと、うん、あのそのそ自分の力じゃなくてイエス様の力に期待した時にイエス様の力が働いて自然とやめられるようになっていくと思いますね。えーえー その神の力が働くことこそ、私たちのまあ願いというか、喜びというか、それが人生なんだよみたいなね、人生というのはまさに神の力を働かせて、働いてもらえて、その神の力をあの賛美し、神の力を喜ぶというのが人生ではないでしょうかね。う 私たちがそのイエス様によって変えられたと同じように、この日本も、ね、病んでる日本が、えー、いじめ社会の日本が、これから神の国になるという、もう普通の人は信じクリスチャンでもなかなか信じれないかもしれませんが、無敵のイエス様、無敵のイエス様によってそれが可能だと信じるのが、えー、このリバイバル志向ではないでしょうか。<laughs> がんじがらめの日本、えー、偶像素愛で縛られた日本、もう、ね、この本当にネガティブに縛られた日本が、えー、クリスチャンの国になる、こんな奇跡がですね、もうすぐ起きようとしてますね。ええ、うん。いや、起きますね。ね、うん、それを信じると、元気になると思いませんか、はい ねすごくこう笑顔になるんですねそのうんリバイバルっていうのを想像するとはい <laughs>、うん、個人も個人も解放されて個人も自由になりますが<え>この国自体が解放されて自由になる、えーまあ、1億3000万人 ですが一人の人の,あの救いも大きいならば、ね、国の救いはもっと大きいんじゃないでしょうか。ええー。このあの,あの聖書であの長血を患った女の人がイエス様の着物の房に触っただけでこう清められたというか癒された。 あの出来事が書かれてますけどそれがこのクリスチャンでもそういうことがありえるのであればこのクリスチャンのクリスチャンが1人いればその周りの人たちもこう自然とこう清められていくんですかね。そそうですよそうでですすよよ 地の塩ですからクリスチャン地の塩ですからそのちっちゃなちっちゃな塩の一粒であの清められるわけですよねまた光ですからちっちゃな光でも周りは明るくするんですねはいですから私たちは世の光ですから今このニコ生でま,あまさに光さんの「光」という字が <laughs> 輝くという字ですけども。まさに、光さんは日本の光。日本の輝きなんですよ。<laughs> <の>光さんのその証しが。ね。のの今朝。あのニコ生で光ったわけですね <laughs>、うん。この名前はあの。クリスチャンの人につけてもらったんですよ。あ、そうですか。あの、僕が全然救われる何年も前だったんですけど。そう、そうなんですか。<laughs> あの。 いろんな人に光を与えられるようにという意味でつけてもらったんですね。まさに予言的なことでしたね。えー、その人は多分、うん、多分カトリックじゃないかと思うんですけど、<ー>全くその聖書とかイエス様とか全く知らない時につけてもらったので、うん、その時からなんかこう導きがあったのかなとも思いますね。ああ あの名前っていうのはあの予言的な意味がありましてね、ええ、その名前のようになっていくんですね<ー>ですからヒカルさんは輝くということでえ日本で輝くクリスチャン輝く人という予言的な意味があると思いますよ<ー>、うん、まさにその真理真理によって人々が 解放される、ね、あの光さんが手の,のお父様が養ってくれるという御言葉によって解放されたように、うん、今度光さんの証や光さんの,その教えによって多くの人が光を受けて闇から解放されるのではないでしょうか。うんうん ヒカルさんのその証は大きいと思いますねうつから、うつからね解放されたんだという証があるわけですねそのうつの原因がまさにその、えー、お金やまたこの世のその価値観ね、その弱さに対するいじめっていうかそういうものから 解放されることが大事だということですね <laughs>。僕の場合は聖書を読み始めて一ヶ月半であの鬱が治ったので一ヶ月半でね。は、う、い、んね。だからその真理をこう知ってこうなんていうか嘘がわかる、うん、神様がいてくれるということをこう。うん わかるというか受け入れられるというか、うん、そういう風うにしてもらえたらなら、うん、こうすぐにこう癒されるわけですよね。一、うん、ヶ月半十年の十年の鬱が一ヶ月半ぐらいでね,ね、えー、聖書を読んだら聖書を読んだら一ヶ月半で鬱が治ったすごいね。ね <laughs> あの医者がびっくりしてし,、ね、くりしてまた、ね、<laughs> 医者がもう教えてほしいとかね <laughs> どうすればいいんだ教えてくれとかそういうのあるじゃないですかね <laughs> そうですよねあの医者お医者さんもやっぱりなかなかこう患者を治すっていうことが難しいんじゃないですかねあの医者の立場ですねあの あの本当は治せないんだよって言えないからね、しょうがない、<laughs> <laughs> まあ薬飲んでくださいみたいな、もうそういう病気の本質は、あの普通の病気だったらばい菌とかウイルスとか分かるけども、もうつの根本的な理由は医学では分か,ら分かってないんですよ、あ<ー>あの脳内物質がどうのこうのと言ってますけど、えー、本当、根本的な理由は分かってないですね。 その根本的な理由は霊的なものであり、えー、悪霊と関係があるんだということで、うん、またはそういう嘘ね、間違った考え、うん、間違った考えこそその原因だということが分かってないんですね。そうですね、はい、じゃああの光さんあの、はい、時間がなくなってきたのでお祈りしたいんですが、はい、じゃあ特にそのうつの方がね ひかるさんと同じように導かれて癒されるように、はいえー、日本の,その、えー、芸能界の,その悪がですね <laughs>、えー、この変えられるように祈りましょうじゃあひかるさん私の順でお願いします、はい、皆さん一緒に祈りましょう <coughs> <coughs> はい、えー、愛されでのお父様感謝しますえー今日えー に関してこのような嘘に関して話しすることができ感謝しますまずその話を多くの人に聞いてもらうことができ感謝します種がまかれましたあなたの種がまかれましたので必ずあなたが刈り取ってくださると信じます見言葉の種は決して消えないと聞いたこともありますので ここでこの話を聞いた人が、えー、必ず救われると信じますアメン、えー、世の中あらゆる、えー、悪魔悪霊の嘘が、えー、はびこって、えー、縛られて、えー、世の中の常識の中で、えー、生きていますけれどもその常識が、えー、人々を苦しめるものであるということは えー、聖書を読んで分かりました。その嘘と真理を、えー、どうかこの放送を聞いている人たちが、えー、受け入れることができますように、どうか、えー、聞いている人たちの心を解きほぐして、芽、えー、が出る良い土地としてください。アメンどうか、えー 硬くしまった土地で悪魔くれにすぐ種を持っていかれることがないようにイエス様の愛で解きほぐして耕してください。<coughs> えー、うつの人はたくさん、えー、ニコ生でもいますが、えー、その人たちがこの放送に導かれるように、えー、計画があると信じますので。 私たちがこの世に、えー、伝道し続けるという機会を、えー、守ってください。えー、また、見、えー、言葉をください。油注ぎによって、えー、真理を語らせてください。その心理が、えー、導かれてきた人たちの心に、えー、根付いて芽が出ますように、どうか、イエス様。 苦しんでいる人たちを救ってください。苦しんでいる人たちが、えー、あまりにも多すぎます。日本の、えー、99%以上が、えー、苦しんでいます。うつと診断されてなくても、薬を飲んでなくても、えー、99%以上の人が、えー、この世の嘘、えー、この世で常識とされていることに苦しめられていると感じますので、 え、どうか s 様の心理がえ伝わりますように。どうかお願いします。<coughs> また、えー、芸人さんのそのいじりという芸風で、えー、笑ってしまうというその人間の罪を感じますので、その人が気にしていること。コンプレックスに思うこと。人の失敗人の弱さを。 えー、指摘して笑うというその愛のない感情をどうか人間たちの中から取り去ってください。アメンえー、イエス様の愛があれば、えー、人の弱さや人の失敗、人の気にしていることを笑うことが、えー、なくなりますので、どうかイエス様の愛によってその冷たい、えー、感情を消し去ってください。ア<メ>ン <laughs> えー、えーえーえー、世の中はその冷たい感情によって支配されていますのでえー、イエス様の愛が必要となりますのでえー、人間たちは愛を追い求めていますので愛がイエス様であり イエス様が愛であるというその真理もえどうか、えー、愛を求めている人間たちの心の奥深くまで入っていくことができますようにどうかイエス様が働いてください、えー、人間の力によっては、えー、真理を悟ることも愛を悟ることも神を知ることもできませんので、えー、精霊様によって、えー、知らせてください 油を注いいください、えー、今日の放送、えー、感謝します、えー、またこれからもずっと、えー、放送をしていきますので「イエス様の計画にある人たちを一人でも多く、えー、救ってください」「この放送に導いてください」「この放送に導かれた時点で「イエス様の救いの計画に入っている」と信じますので、うん、ここに来ている人たちが救われると信じます。 今ここに来ている人たちは救われます。今ここで話を聞いた人は必ず導かれると信じます。えー、愛するイエス様の皆によってお祈りします。アメン。アメン。天、えー、のお父様、感謝します。今日はヒカルさんと、えー、とても大事な話、う、え、つ、ー、に関する話、またテレビのその冷たい感情、 本当に人のことをいじることによって笑いを作るというまさに悪魔の手口そのようなことを話すことができましたそのようなことの中でリスナーの方々が自分の心がまさにそのように冷たい感情であるということに気づいてそれでは良くないんだそのような笑いと同調してはいけないんだ そのいいいじめと同調してはいけないんだ悪魔の心に同調してはいけないんだということが理解できますようにそして,悔い改めて、悔い改めて悔い改めてそのようなあり方から離れてイエス様の愛が必要なんだ冷たい感情ではなくて温かい感情、哀れみのある感情人の弱さを包んであげる感情人の弱さを理解する感情が必要なんだということで イエス様を信じることができますようにイエスキーと信じるときにそのような温かい愛が注がれます与えられます日本にはまさにその心が必要です弱さを守ってあげる心が必要ですどうぞ多くの方がイエスキーと信じてイエスキーと信じてその愛し合う心を受けて この日本の社会が変わっていきますように、どうぞイエス様、日本の問題点が少し見えてきました。その日本の問題点を多くの人が理解して、それを受け取っていくことができますように、イエス様を信じるリバイバルが起きますように、日本を祝福してください。日本を祝福してください。もっともっと私たちが輝くことができますように、私たちが輝き、またリスナーの方々が輝いて、 日本の闇を照らしますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメンアメンアメンヒカルさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、また、あしたいらっしゃれたら来てください,、はいはい。リスナーの方々、ありがとうございます。キクさん、ありがとうございます。それでは、素晴らしい一日を送ってください。シャローンシャローン失礼します。シャローンシャローン